はい皆さんご機嫌いかがですか、えー、今日のご質問です最近家族制度が崩壊しつつあるように感じます自分なりの考え方を持つために聖書が家族制度について何と教えているか知りたいですよろしくお願いしますはい実はこの質問を取り上げるのは3回目なんですね内容が豊富なので3回に分けてお話をしています1回目が家族制度の実際的意味旧約聖書の教えでした 二回目が新約聖書の教えでした今日実は三回目なんですね今日は家族制度の神学的意味についてお話をしたいと思いますいつものように三つ申し上げますね家族制度の神学的意味一番目に地上の家族は天における家族の方ですもう一度言います地上において与えられている家族の関係というのはこれは天における家族の方だというんですね 十二章五十節でイエスはこう言われました「誰でも天におられる私の父の御心を行うならその人こそ私の兄弟姉妹母なのです」ここでは血縁関係ではなくて信仰による霊的家族の話がされていますねイエスはここで実の母や肉の兄弟姉妹たちを軽視されたわけではありませんここでののイエスの強調点は 神の国における家族関係つまり永遠の世界における家族関係は肉体的な血のつながりではなくて霊的なものだということですですから地上の家族関係は天における家族の型になっているということさあ二番目です私たちは信仰によって霊的な家族関係に入ります ヨハネの福音書1章の十二節でヨハネはこう書いています。しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。ここでも強調されているのは人は血のつながりや人間的努力によって神の子ととなるのではないということです。イエスを救い主とと信信じるなら、恵みと信仰によって、 神のことなるる特権が与えられるそれは霊的な家族関係ですね信仰によって霊的な家族関係に入るんだということそして最後3番目に私たちはつまりクリスチャンは養子として神の家族の一員に迎えられますローマ8:15でパウロはこう書いていますあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく 子とする御霊を受けたのです。この御霊によって、私たちはアバチチと叫びます。まあ、これ子とする御霊っていうのは、聖霊が私たちを養子として迎えてくださるという意味ですね。聖霊によって神の養子となるという意味ですねということは、神の家族っていうのは、これ霊的な関係ですけど、人種や言語の壁のない霊的家族のことだということです。 聖書の最後の章黙示録7章9節」にこのようにあります「その後私は見たすると見よすべての国民部族民族言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆がミザの前と子羊の前に立ち白い衣を身にまとい手に夏目足の枝を持っていた」これは実は天に挙げられた教会の姿なんですがここに霊的 家族の姿がありますね人種や言葉の壁を乗り越えた関係が霊的家族,家族であるこれが家族制度の神学的意味ですね永遠の世界の祝福を待ち望めながら地上生涯を送る人は幸いですではまた次の Q&A でお目にかかりましょう